はい、それでは時間になりましたので、始めていきたいと思います、合格発表と民法改正を踏まえた2020年度版学習戦略と、ずいぶん長いタイトルですが、そういったタイトルで、これからお話をしていきます。担当はレック専任講師の横溝です。よろしくお願いします。はい、先ほど案内がありましたように、今日は合格者の方ですね、まだ合格したてのほやほやの方3名、この後登場していただきます。まあ、全体で90分ぐらいお時間がありますので、その中ですね、最初、まあ、約50分から60分ぐらいは私の方でお話をして、で残り後半のところで、合格者インタビューというような流れをたどりたいなと思っております。まあ、そんな感じで、3時半までですね、お付き合いいただければということですね。はい、で、まあ、合格発表等っていうので、こんなレジュメを用意しておりますので、まあ、そちら早速ですね、表紙めくっていただきますと、まあ、過去6年間の無料成績診断での平均点の推移と合格率というようなものをそこに入れておきました。無料成績診断ですから、これはあくまでもレックのね、ところでの本試験後に無料で成績診断するというので応募していただいた方の平均値ということになりますので、おそらく全国平均よりは10点ぐらい高いです、高いです。結構高めに出ます。他の予備校さんと比べてもレックの平均点は高めに出るという傾向がありますので、全体的にはもっと低いはずです。ただそれであったとしてもですね、だから点数そのものはちょっとあんまり当てにならないかもしれない。ただ法令科目のところのこの推移は、これはもう発表前のイベントからずっと言ってましたが、2019年度の法令科目はやはり難しかったんだっていうことをこの数値が示しているっていうようなお話なんですね。決して優しいものではなかった。実際に合格されている方の行政法の正解数見ていても、実は19分の12とか11とかで受かっている方がいらっしゃったりはするということもあります。例年だとやはり15前後は取ってないと、まあ、普通合格ラインにはいかないというのがありますので、まあ、行政法で非常に苦戦した受験生が多かったのは事実だと。聞かれていることは難しくないんだけど、問い方がやはり厄介な問い方をしてくるものだから、なんかあれあれあれと思ってる間にガタガタガタって崩れていくっていう非常に怖い感じの問題が多かったのかなっていう印象は、まあ、全体としては持っています。一般知識はね、超優しいそういう話ですね。今年2019年の試験ぐらい、14問中14問正解って人に出会う率が高い年はないです。全問正解でしたって方に、まあ随分お会いしてます。一般知識で、しかもそれは全て普通に考えて判断してできましたっていう方がものすごく多いです。今年の特徴は、一般知識満点と記述の満点ね、これがなんかまあ多いです。記述60点って方が圧倒的に多いです。こちら予備校の無料成績診断で48点とか50点ぐらいって言われた人が軒並みみんな60点なので、まあまあ若干ちょっと記述の採点のところは少し、点数の調整っていうんですか、それが強く働いたなっていう印象が あるところだったりはします。まあそんな特色があるんだということですね。これもあちこちで言ってますが、今年の試験ですかに関しては後でも言いますけれど、まあ、やはりこの傾向とは少し変わるんじゃないかなっていう、そういうような見込みで、見ていかないといけないというところがありますね。まあ、そのあたりはまた後でお話ししましょう。でそれから画面集の、はい、1ページの下のスライドです。今日のレジュメの下のスライドなんですが、やはりここから先ね、大体どの時期でどんなことやるのかなんて話をしていきます。基本的に、目標というものを、計画をきちんと具体的に立てて、そしていつまでに何をやるかをしっかり把握するということができていないと、やはり長期的に学習を続けて最終的に合格まで到達するというのは非常に難しいということです。どこで勉強しようが、誰と勉強しようが、一人でやろうが、誰かと一緒にやろうが、それはどうでもいいんです。一番大事なのは、いつまでに何をやるかを明確にきちっと把握していること、あとは時期によってきちんとやるべきことがきちんとできていることです。そこの方向性を最初に間違えたら、いくらどんなに時間かけても結果的にたどり着くのは不合格の沼って、そういうことになるので、そうなりたくなかったら、やはり最初の方向性をきちんと正しい方に持っていかないといけないんだぞっていうのが、これがやはりとても重要だと
というふうに考えておいてください。でそこでやっぱり、ね、意識しとかなきゃいけないのは、まあ、それぞれの時期でどんなことやるのかというような、まず今日は長期的な学習計画ね、それをお話ししていきます。で、その中で、やるべきものを、あとは2週間ぐらいの単位で具体的な話に落とし込んでいくっていうのは、これはちょっと皆さんの方でね、具体的にやっていただく必要があるのかなというものになるんだということなんですね。さて、1ページのでは次のスライドなんですが、はい、今回の、まあ、学習計画を立てるにあたっての一つの目標というようなもの、まあ、いくつかあるんだけど一番大事なのが何といってもここだということになりますかね。この記述式のところに最終的に得点としては頼らずに合格ラインが超えられる点数を目指すっていうのがやはり何といっても重要です。まあ択一だけで180点超えられればね最高なんだけど、まあそれはなかなか難しいかもしれませんから、それを考えるとやはり160点以上の択一での点数っていうのをなんとかキープしたい。そこを確実に取ることで、記述の点数があまり高くなくても十分合格ラインに到達できる、そういうようなやはり、得点戦略を立てなければいけないということ、それから一般知識は多分2019年ほど優しくないんじゃないかなと思います。2019年が特殊です。だ2019年受けた方はやはり一般知識の点数はね引いて考えた方がいいです。あそこで44点とか 40点とか取ってるがゆえに全体の択一、要は記述除いた得点がすごく高く出たって方は結構多いんですね。ただそれは除いて法令科目でどのくらい点が取れてるかってところを冷静に評価しておかないと、やはり法令科目が80何点で一般知識が48点とか取れていて、で結果的に結構いい点数なってるんだっていうような状態だとしても、まあ、そんなに悪くは、ね、ない、そこそこは取れたんだっていうような状態だとしても、やっぱり法令科目でその点数っていうのは、まあ、ちょっと低いねって話にはなってくるでしょうから、少し一般知識のところは例年通り8問ぐらいの正解数というイメージを持っておいていただいたらいいのかなということではありますね。そして条文の大切さというものは、これは勉強するにあたって、やはり改めて意識をしておいてください。憲法、民法、行政法ともやはり条文学習のところは非常に重要で、それをどうやるかっていうのはとても大切な話であるというふうに考えてください。記述の対策を含めて条文の内容がしっかり正確に把握できているかどうかというところをきちんと確認していく。これは、やはりですね、学習をしていくにあたって一つ目指さなきゃいけないものなのかなということだったりはしますね。さて、で、さらにその下のスライドのところを見ると、ここは、まあまあ、皆さんでね、書いといていただければいいものなんですよ。本試験まで、271日なんですよ。今日で。初日不参入ですけど。今日は入れないけど明日からカウントしてね、271日です。で271日だ、最後の1週間は、まあ、調整の1週間、11月1日から8日は調整の1週間なんで、そこは白紙にして、おくべきだというふうに考えると264日ですね。1週間除くから264日です。264日あるっていうことが一つですね、その認識ではなくてちょっとこっちの認識に変えといてほしいっていうのがあります。時間で把握しようっていう、そういう発想です。264日あるって言ってもそれで24時間全部勉強できるわけじゃないです。だからそこは時間で把握しとかないといけないっていう話になるのかなと思います。基本的にはまあそうだね、こちらの攻略目標っていうようなところで考えるんであれば、おそらくですけどここの3から5っていう9月の終わりぐらいまでは一般的に働いてる方で1日平均して勉強時間が取れる、長い短いいろいろあるけど1週間で平均して、ここまでちょうど222日あるんですけどね、222日あるんですけれど、その222日でですね、まあ理想はこのぐらいかなっていう。
だから、だいたい1週間で、まあ、1日平均で3時間勉強時間が取れてるような状態だったら、もうこれは言うことはないです。授業を受けてる時間なども入れた上で、あれば1週間で20時間前後ぐらいかな。まあまあ、きっちり3時間じゃなくてもいいから、そこはあれなんだけれど、まあ、3×7 で21時間でしょう。で、それ、まあ、21取れるかどうかわからないから、18から20ぐらいの平均勉強時間が取れていれば、まあ十分かなとは思います。まあ平日は短い時間しか取れない人も、週末は少し長めに取るとか、その辺は1週間の中で、少し濃淡があって全然いいと思いますのでね、働いてる方はそんなに毎日コンスタントにきちんと時間が取れるとはとても思えないですし、まあ他のことやってる方ももちろんそうでしょう。こちら、だから666時間ですか、プラス、この最後の丸2のところが、これが43日あるのよ。ここはイメージ的には1日4時間ぐらいの勉強時間っていうイメージで捉えておいていただくといいかな。だから一つの理想形っていうことで考えるんであれば、あと838時間ですね、本試験まで838時間、これ全部合計すると838時間だということ。その838時間をそれぞれどういうふうに使うんだっていうのが、ここから皆さんが考えなきゃいけない、一つの方向性だというふうに思っていただくといいですね。まあまあ、基本的な学習をこの丸3までにしっかり終わらせて、丸2は最終的な調整というイメージが、ざっくり言っちゃえばそういうイメージです。まあ、この最後の最終調整は本当に直前の1週間の話になるので、まあ、やはり勝負は実はこの666時間のところをどういうふうに過ごすかって、そこです。666時間のところをどう過ごすのか、3から5のところで何をやるのかって、ここが一番重要だというふうに考えてください。ここのところの過ごし方がうまくいかないと、直前期というか丸2の最直前期って言われるところでの過ごし方に大きく影響するっていう、そんなイメージだということなんですね。じゃあそれぞれ何をやったらいいのかなっていうので、まあ後でちょっと合格者の方にも聞いてみます。この頃何やってたっていうのはね、聞きますからね。後ろにいらっしゃるので一応言っとかないといけないので、聞きますからね。後でちょっと考えといてね。だいたいこの0543のあたりで何やったかなっていうのはちょっと思い出しておいてください。この頃勉強始めたななんていうようなタイミングも含まれてるかもしれないので、まあそんな話なんだけれど、まず丸五のタイミングのところ、はい、一つの理想形というような話になりますけれど、ここね、初学者の方とそれから学習経験者の方でちょっとこの最初の1ヶ月ぐらいの過ごし方は少し変わるかなっていう、そんなイメージです。もうすでに勉強しているところがある人はまあそう例でいいんだけれど、初学者の方の場合、はい、初学者の方の場合と、それから、ここはそれぞれの皆さんの状態で、どっちかだけ書いとけばいいです。皆さんが初めて勉強しているのか、2019年度試験以前のものを受けているかどうかで、分けておいてください。でですね、学習経験者、先に言っておくと、学習経験者は、今年の試験の場合は、最初にまず押さえるべきはこれです。民法です。なんだかんだ言いながら、この早い段階の時期で、まず民法を一通りきちんと学習するっていうのは、これは一度学習している方は、まあ、ここから手をつけるのが一番です。まあ、すでにもういろんなカリキュラムで憲法をやったりとかなんかしてると思うけれど、一番力入れるべき科目は民法だということになると思います。やはり大きく変わってる。ね、大きく変わってます。頭の中にいろいろと覚えてきたものが、180度違ってる場合もあります。今まで無効だったものが有効になってたりとかすることもあります。まあ、すでに勉強している方もいらっしゃるかもしれないから、簡単に言っちゃえば、債権譲渡禁止特約に違反して、債権を譲渡したなんていうのは、これまでは債務者の方から無効だって主張ができるって話だったんですけれど、今後有効になります。有効になる。というような、だから債権譲渡禁止特約がついている債権を譲渡しても、それは有効だって話で扱われるとか、それから、例えば、実現可能性のない契約。売買契約を結んだときに、すでに目的物が燃えてなくなっているとか、
引き渡しができないじゃないかっていうのはこれまでは無効だったんですよ。今後有効になります。別にそれでもいいよって話です。それは結局は引き渡しはできないんだったらあとはお金で解決しようって話になるだけのことなので、とりあえず契約は有効でいいじゃんって扱いになったりはします。もっと身近なところで言えば錯誤って無効だったでしょね、今後取り消しができるって話に変わります。だからいろいろと制度がこう変わっていくっていうのはあります。連帯債務なんかだと請求の絶対効とかっていうのはね、去年まで勉強している方は頭に覚えてるかな。今後絶対効じゃなくなります。だからいくつかそうやって180度ガラッと変わるところがあるので、やはり民法の改正点の場合一番大事なのは今言った変更点と、それから新たにできた新設の制度ですね。この2つを中心にしっかりと改正点の学習っていうのは今の段階で、しっかりやっておくべきだろうということなんですね。だからこれ学習経験者の方なんで、ちょっと初学者の方はね、今もうちょっとしたら話すからちょっと待っててねっていう話なんですけれど、今回の試験の場合多分ね170点台で、不合格になっている方はすごく多いんですよ。多いです。例年多いけど今年は特に多いんじゃないかと思います。176点178点ぐらいで、別に手は挙げなくていいけど、なんかこう今私そうでしたとかっていうのを聞くのもちょっとあれだから、聞かないけど、でもそういう方圧倒的に多いはずです。ものすごく多いと思います。やっぱりそういう方ね、なかなか立ち上がれないっていうのは気持ちはわかるんです。178点だったらね、あと2点で受かってたのにと思ったら、ツイッターとかで受かったとかでね、喜んでる人を見たらちょっと殺したくなるとか、そういうのは気持ちはわかります。気持ちはわかるけど、それはね、去年の11月10日のあなたの点数なの。だもう終わった話なの。終わった話、今更何言ったって変わらない。178点でこの問題できてたらよかったのにって言われたって、今更言ったって何にもどうにもならないの。何にもどうにもならないことを今一生懸命そこでくよくよしてもしょうがないのっていう気持ちで、早く立ち上がらないと、2020年の試験の場合は民法がここまでガラッと変わるっていうことを考えると、これよくある178点ぐらいで落ちてですね、立ち上がりが5月6月になってやっとノロノロと起き上がってみたいな感じの受け方をしてたら絶対間に合わないです。絶対間に合わないです。今回178点で落ち込んでるってことは、それは相当悔しかったはずなんです。悔しくて、納得できなくて、なんでこれでダメだったんだろうって思うんだったら、早く立ち上がって勉強再開しないと、やるんだったら早めにやらないと、これ絶対間に合わないです。それはちょっと意識はしといてください。なんだかんだ言いながら、やらなきゃいけないことが多いっていうのは事実だということなんですね。さて、初めて受ける人。初めて受ける方なんですが、今回やはり6月の終わりまでだから、ごめん、こちらですね、ここの5、4のあたりまでで、揃えておきたいのが、まずやっぱり憲法、民法、行政法なんです。なんだかんだ言いながら行政書士試験のメインは憲法、民法、行政法なんです。だからその3つをこの丸4、丸5のタイミングまでに仕上げておきたいっていうのが、これが一つのいつまでに何をやるかっていうところの目標です。で、3月とね、6月で分けたのはあんまり6月までっていうと長いとね、少し、だれるので、間で一回パシンと中間点入れた方がいいかなというのがあるんです。で、その中間点を3月21日にしてみました。で、そこまでで、だいたいですね、そうだな、これ今から勉強を始めるんだったらっていう極端なケースでお話をするんであれば、今から勉強を始めるんだったら、県民行どれか一科目。一科目終わらせるっていう、そういう話。何をやったら終わらせたということになるのかはこれから話すから、とりあえず憲法と民法と一科目を、県民行どれか一科
科目は仕上げようで、これが早めにスタートしてる人だったら、憲法ともう一科目でもいいです。憲法ともう一科目。年内からやってるとか、昨年からやってるんだったら、憲法も終わりましたというんであれば、憲法ともう一科目って感じでもいいし、年明けてからスタートしたっていうことであると考えると、なかなかそうはいかないなら一科目でいいです。どれか一科目、今勉強を始めたところでやってる科目を一度きちっと仕上げるっていうことが、この3月の21日までにできてるといいよねっていう、そういう話だと思ってください。実際に、その後、これは、次のページの上になってくるけれど、丸4で3月22日から6月20日ってあるでしょ。このタイミングが、やはり、これは、全受験生に対しても共通です。小学、それから経験者、両方とも共通ということになりますが、ここまでに、やはり、県民行の3つがきちんと出来上がってるといいよというような話になってくるんでしょうね。やらなきゃいけないことというので、最初に仕上げるというような話のところでですね、じゃあちょっとまた3ページの下に戻るけど、初学の場合ね、はい、やらなきゃいけないことを A と B にちょっと分けておきます。A は、これはインプットしてる状態ですね。だから、例えば、レックならレックで合格講座受けてる状態で、それが受け終わるまでに何ができていたらいいのかっていう話。で、B っていうのは、一回受け終わった後、その後何やるのかって話に、こう二つに分けます。で、まず A の方なんだけど、これはちょっと口で言うね。必要に応じて書くなりなんなりしてもらえればいいと思いますが、A のパターンっていうのは、まずこれは授業を受けてますから、授業を受けている。で、その受けた授業の内容を、これは一つ一つきちんと、当然復習はしっかりしていかなければいけないということになってくるでしょう。初学の方の場合はやっぱり勉強して授業を受けたら、その復習というのが非常に重要になってきます。いつも言うんですけれど、インプットはざっくりでいいんです。アウトプットをきちっとしっかりやるというところがとても重要です。そしてそのアウトプットを踏まえて、もう一回インプットに戻ってくるっていう、そこがとても大事です。インプットが全部終わるまで問題は解きませんっていうのは、それはダメです。学んだ内容は問題を解かないと身についてるかどうかがわからないっていうのは、もうこれはどんな試験でも共通して言えることだったりします。例えばインプットが3だったらアウトプットが7っていうのは、これは一つの黄金比だったりするんです。だからそれで考えると、そのインプットのところでまずはざっくり、もうこれはどこが分かったのか分かってないのか、とりあえず半分ぐらい分かってればいいかなぐらいで、ざっくり、例えば授業を一度受けます。受けたら、その後すぐに、やはり、レックの合格講座と復習ドリルみたいなものがあるじゃない。あと、これが独学の方ももしかしたらこういうのね、ご覧になってるかもしれないから、そういうことを考えると、あんまり今収録してるので、具体的な証明を言うと怒られそうな気がしますね。レックの本ではないから。だからそうなんだけど、一問一答形式のさ、過去問じゃないやつね。過去問じゃないやつ。過去問じゃないやつで、一問一答形式のさ、本とかってあるのよ。なんて言うんだろうね。ちょっと古い言い方になると、千本ノックみたいな感じのやつね。っていうやつですよ。そういう感じの一問一答形式のものがあるんですよ。それなんかはいい復習の素材になると思う。要はね、授業受けるでしょ。受けて、合格講座の場合は復習ドリルでいい。から、その復習ドリルをまずとりあえずやってみるっていう。で、そこでどこが分かっててどこが分かってないかをきちんと確認した上で、次、その分かってなかった部分のテキストの該当箇所をしっかり見直すっていうようなことをやる。で、そのテキストに戻った時に過去問ですね。テキストに戻った時に過去問です。で、やっぱりこれは毎年同じことを言ってますが、過去問は解くもんじゃないから、あれは。過去問は解いちゃダメ。過去問は解いちゃダメ。解いて正解して喜んでる場合じゃない。それは素人。ね、別にプロの受験生になる必要はないから、素人だっていうのはちょっと言い過ぎましたね。だそれよくわかってない人。過去問は解いちゃダメです。過去問って、あれは、自分の受けてる試験の出題傾向を把握するためのものです。だから、どういうふうに出てるんだろうっていうのを把握するっていうような、側面で見ていかないといけないです。
出題パターンっていうの、これ一番のメイン科目の行政法なんかもう絶対そうだよね。行政法のところで出ているその出され方をきちんと把握するっていうのはものすごく大事です。何が何回どのように出されているかをきちっと把握して、で、それを同じものが出てきたらちゃんと反応できるようになるっていうのはとても重要です。だから、そこまでがこの A のパターンでやっといてほしいことって話になるのかな。一回インプット入れて、それを復習ドリルなどで一度アウトプットしたものを今度はもう一回分かってないところ中心にインプットし直して、その時に本試験の出題傾向まできっちり、見直すっていうところまでが A です。そこまでをワンクールという形にして、それが一番理想なのは合格講座なら合格講座を受けていくのと同時並行でそれがやれていく。で、少なくとも復習ドリルを解いて、その自分ができなかったところを見直すまでは、やっぱりそこは同時並行でやっていく。過去問の出題傾向のチェックはちょっと遅れてやってても別に構いませんから、そこまでがこの A です。だから、1科目それを3月の22日、21日までに終わらせられてたらいいよねっていう、そういう話だと思ってください。そこが一つの分岐点になるということですね。で、それから、B パターン。もう一つの B パターンです。こちら、丸4のところに来てね、県民業までってことになると、ここは、やはり、A と B と2つ、今言った A のパターンと、それからもう一つ B のパターンっていうのを紹介しておきますけれど、要は、行政法を受けました。行政法の勉強しました。あ、次、民法をやります。一番良くないのは、行政法をやりました。はい、次民法をやります。民法の勉強をしてます。行政法は、っていう感じになる人ね。憲法は、受けましたっけみたいな感じになる人ね。要は1ヶ月何もやんなかったら、もうね、受ける前に戻りますから。これは、残念ながら、一回、さっきの A の形で一回転させても、そんなにものすごく頭に残るものではなかったりはします。まあ、多少印象残る部分はいくつか頭に残ってるかもしれないけれど、もう悲しいのは、テキストね、やったよねって言ってテキスト開いた時に、まあ、開くまではね、そんなのやってないと、あいつまた前で適当なこと言いやがって、みたいな感じで、そのテキストの該当箇所をこう開いたときに、自分の字でね、メモが入ってるって、これが最悪ですよね、もうね。自分の字でメモを入れて、しかも大事とか書いてるっていう、そういう状態なのに完全にもう忘れてるっていうような状況になるっていうのは一番避けなきゃいけないんです。やっぱりせっかく勉強した以上、一週間に一回でいいから、それ学んだところをもう一回フィードバックするっていうことは、やはりとても重要だったりはします。B パターンというのはその勉強です。その勉強です。だから、このあたりはね、いつまでに何をやるかを明確にしておくのと同時に、やはり一週間の中でもう曜日で割り振ってやっていくというのが一番いいと思います。例えば、月曜日はもう、ちょっと曜日は授業の入ってる曜日とかそれちょっと無視して言いますけど、月曜日はとりあえずまずは、行政法をやるとか。で、現在その民法の授業を受けてるんだけど、月曜日はとりあえず行政法の日にするとか。で、月曜日は行政法の日で、週に1回ぐらい、そういって火曜日は憲法の日にするとか。で、ちょっと決めといてほしいのは、月曜日がもしダメだったら、それは水曜日にやるみたいなところまで考えとくといいです。月曜日は行政法の日って決めても、月曜日にできないかもしれないじゃない。できなかった時、それを水曜日にやるんだ、どっちかでやるんだ、みたいなところまで具体的に決めて。で、それで、あとは、まあ、復習ドリルなら、復習ドリル、もしくは、さっき言った、ね、千本ノックみたいな、感じのものをですね、そういうようなものの一問一答形式の問題でいいから、それ、全体の台数数えて、例えば、レックの復習ドリルの行政法だったら、720詞あるのよ。720詞あるなら、1週間60詞で12週でしょ?みたいな感じで割り振るの。もう最初から一週間これだけやるって決めて、それを月曜日に見るんだ、もしくはダメだなら水曜日にやるんだ、みたいな形で、曜日も固定して、そのどちらかでは必ず終わらせるっていうような状態で、もう曜日で割り振る。っていうのがものすごく重要になりますね。同時並行で、これは、伏線化っていうような言い方をしてますけれど、同時並行で勉強していくってことがきちんとできるかどうかっていうのは、これはとても大事。もちろん、今受けてる授業の復習などに一番時間はかけてほしいの。
だ1週間7日あったら6日間を何らかの形で割り振って1日予備日みたいな感じで取っておくのが一番理想的ではあるんだとは思いますけれど、6日の中の4日ぐらいは今受けてる科目の勉強に当てて、残りの2日間を今までやった授業の見直しみたいな形に割り振るっていうのが、まあ、ざっくり言えばそれが一つの理想形だということになるんだと思います。でその中で週で足別でいいからきちんと割り振った上で必ずペースを決めて、その分野の問題を解き直し、そして、テキストをチェックするっていうようなループを一回きちっと確立させる。だからそこもアウトプットから入ってね、足別なら足別の問題を決めた数解いてみて、その中でできなかったところを中心にテキストの内容を確認し、条文を見てっていうことをやるっていうような、ただテキストを読むだけではないっていうところでちょっとメリハリをつけながらやっていくっていうのがとても大事になるかな。まあ、そこまでがやはりこれ憲法と特に行政法についてはできてるといいです。民法の場合は民法の場合は、A パターンは一緒ね。民法の A パターンは一緒です。ただ、民法の場合だけは、民法の場合だけはこれは C ってもう一個パターンを作っとかないといけないかもしれません。C っていうパターンを作っとかないといけないかもしれない。というのは、民法はね、これは、初めて勉強する方は、まあまあ、普段授業を受けてる人には言ってるかもしれませんけれど、授業で勉強する内容は、残念ながらあれは公式でしかないですね。錯誤は取り消しができるんだよ、みたいな話は公式でしかないんですよ。一番大事なのは、その目の前の問題を自分が学んだ公式のどれを使って解いていったらいいんだろうかっていうことをきちんと判断できる能力が重要です。で、それは、確かに、その復習ドリルみたいな足別のものでも、まあ、養えることは養えるんだけど、もう一つ、五種択一の普通の問題できちんと解いて考えてみるっていうのも、一回授業を受け終わった後は大事です。受けてる間は、やっぱりそこは、あまり立ち止まらずにずっととにかく受けてることに対する復習をどんどんやっていくって形で、自分がどのくらい身についたかとかいうことあんまり気にせず、どんどん進んでった方がいいんですよ。なんていうのかな、ここまでやったのが身についてるかなっていうフィードバックは一通り終わってからやればいいんですよ。だから A パターンの時はとにかくもうどんどんその受けてる授業は消化していって、それに対する復習ドリルをやって、わからないところは見返してみたいなことをとにかくやっていく。身についてるかどうかはあんまり気にしなくていいです。B パターンのところで反復するときにきちんと定着させればそれでいいんです。で、憲法行政法はそれでいいんだけど、民法に関してはプラスもう一つ、やはり問題を解いた方がいいかなって。これは C パターンのところで、だから A をやってその後 C で一回受け終わって C パターンに入るときには問題を解いた方がいいかな。でね、問題集なんだけど、なかなかね、おーっていうのがないんですよ。いきなり公務員の問題とかやるのは多分しんどいと思います。初めて勉強する人は結構難しいから。で、本試験の問題はっていうと、改正点ほとんど出てませんから、当たり前だけど、それはだって今までの民法の内容を改正内容に合わせて問題はもちろんちょっと作り変えてるけれど、本当に新しくできたところとかってそんなに聞かれてるわけがないじゃない。だからあんまりそんなにそこまで、どうなのかなっていうのはあるんですよね。なのでやはり改正を踏まえたオリジナルの問題というのは解いた方がいいのかなとは思います。そう、合格講座受けてるとか初学の方ね、名古屋のね、野畑先生って先生がなんか最近本を出したらしいんですよ。これなんだけどさ、こういうタイトルでいろんな資格でレックで出してるらしいんですけど、まあ、行政書士の合格の取説っていうような話で、それの基本問題集っていうのがあるのよ。これがですね、これ全部民法じゃないです。これも全科目入ってるんです。だから民法はその中の一部でしかないんですけれど、これ意外といいです。初めて、まあ、意外とって言うと野畑さんに怒られるかな。今梅田で見てるって言ってましたから、梅田で中継で見てるらしいですから、人は。だからね、いや、とてもいいです。予想通り素晴らしいです。はい。っていう話なんだけど、今度なんかおごってください。で、これ行政書士合格の取説
設っていうので、まあ、あの中の問題見るとですね、まあ、オリジナルの問題だったり、なんか多視覚をアレンジした問題だったり、これなんかはあのオリジナルの問題って書いてあるので、オリジナルの問題だったり、もしくは多視覚をアレンジした問題だったり、あとですね、少し早めにこう記述の問題みたいなものが入ってたりとかっていうので、問題が構成されてるんですよ。こう択一と記述の問題がこうごちゃ混ぜに入ってるのってあんまり他の問題集ではないので、で、まあ基本すべての問題がどちらかというとあのベーシックな内容の問題なんですね。だからそこまでものすごい高いレベルのものではないです。だからこれだけできてもちょっとまだ足りないのかもしれない。だけどあの初めてやるっていう意味ではいろんな形で自分がちゃんと定着してるのか自分の知識がきちんと定着してるのかって確認するという時にはやはりこういったレベルの問題をきちんと解いて、そして自分の知識の定着度合いをチェックするフィードバックするというのはとても大事です。だからあそういうふうに考えるとこれはあ行政書士合格の取説って、まあ、基本問題集です。なんかもう一個ねなんだっけななんかテキストがあるんだよねもっと分厚い、基本テキストっていうのもありますけれど、まあ、あの例えばレックで今合格講座を受けてますっていうならあの基本テキストはいらない。あ、ごめん、いらないって言っちゃった。買う必要はない。問題集だけ買えばいいと思います。いらないものは買う必要はないから。だから、基本テキストはいらない。問題集だけ買ってもらえればいいです。で、レックの方でもう一個合格問題集って同じ感じのコンセプトのものも出してるんですが、こっちはちょっと難しいのよ。ちょっと難しいので、やはり合格講座初めて受けて、その C パターンで一回受け終わったものの定着をきちっと確認したいっていうんであれば、この問題集は非常に効果があるかな。これ去年の受験生向けにはないです。今回初めて出たものなのでぜひよかったらちょっとね、また事務局とかそういうところで本置いてあるので中見てみてください。気に入っていただいたら買ってもらってもいいんじゃないかなとは思います。なかなか解説も詳しいし、使いやすいんじゃないかとこういうふうには思ってます。そういう問題で解いた上でテキスト条文に戻るっていうのが、やはり C パターンのところ。だから、この取説の問題がね、民法だと何台入ってるんだっけな。民法だけでそこまではないんですよ。60台ぐらいなんですよ。60台ぐらいだから、それを、やっぱり、ここの6月20日までにきちんと終わらせられていれば、民法のベーシックな知識っていうのは、それで十分身についているような状態は作れるんじゃないかなと思います。焦っちゃダメだし、一気に成果を出そうとしてもダメです。やはり、段階は踏んでいかないといけないです。で、ただ、だから、やっていく中でなかなか成果が出なくても、なかなか定着しなくても、その段階で諦めるっていうのもダメです。やはり、そこは、なんだろう、現実を見据えた上で少し楽観的にものを捉えるっていうのはとても大事です。なんかね、大丈夫できるようになるからって根拠がない感じで、楽観的な人っていうのはちょっとそれは困るんだけれど、一応途中経過いろいろあっても最終的にはなんとかなるんだ、その途中経過で、くじけないようにするっていうのはとても大事なことだったりはします。だから6月までは、まずはこの問題集をきちんとできるようにするっていうのはとても大事です。初学の方の場合ね、それから受験経験者の方も、まあ、ひとまずまず、なんていうの、改正民法の内容とかで、作られてる問題を一回ざっと解くって意味では、まあまあ、この問題集は使ってもらってもいいんじゃないかなとは思います。ただ、プレミアム合格塾を申し込んでる方は、その問題集でいいです。プレミアム合格塾を申し込んでる方は、その問題集でいい。あれ、150問ぐらいあるから、余計なこといろいろやりだしたら大変なことになるから、あくまでもそういう問題集がない人はこれっていう。だけです。プレミアムを申し込んでいる方はそっちの問題集をやってもらえれば結構ですから、別にこれは買わなくていいです。必要になるのは合格講座など問題集があんまりないような方向けのものというふうに思っていただくといいですね。まあ、それがC パターンです。まあまあ、6月の21から9月の20日のあたりというのは、まあ、それの反復ってことになってくるよね。この憲法民法行政法に関しては、それの今までの反復です。そして、この時期ぐらいから、一般知識。
商法会社法だね。にも手をつけるっていうような状態がこの時期ぐらいから出てくるかなと思います。基本問題集がある程度、例えば C パターンで民法ね、6月20日までにある程度形になったんであれば、例えばこの6月から9月の間には、レックだと記述60問解きまくり講座とか、記述対策の講座が本格的にこの頃始まってきます。記述の勉強は、先ほど言ったように、記述に頼らない得点戦略をっていうことを言いましたけれど、勉強の中に記述の問題を取り入れるのはすんごい大事です。ものすごく大事です。特に民法に関しては、択一の問題だけを解いているよりは、記述の問題でちょっと考える練習をするということができていると、理解の度合いが一気にぐっと高まります。行政法はね、そんなでもないです。行政法は結局択一で聞いてくるようなことを記述で聞いてくるだけの話にしかならないので、まあ、あんまり効果があるかのないかはちょっと微妙な気はしますけれど、ただ民法に関しては、これは記述の問題を普段の勉強の中に取り入れるのはとても重要です。やるんだったら、まさにこの時期っていう、この丸三の時期でそれも一緒に入れてもらえると良いのではないかな。記述の問題から自分が勉強してきた知識の定着度合いをもう一回測り直すっていうのはやっていただいて良いのではないかとは思いますということなんですね。あとそうだ、ちょっとこの前に、この4番の時期ですね。4番の時期の時に、その頃出てるんですよ。ニュース検定って本がね。ニュース検定の準1級1級ってこれ毎日新聞社から出てる、まあ検定試験の本なんですけれど、ニュース検定準1級1級公式テキストっていうのがあるんですよ。で、これ本屋さんで売ってます。2000円数ぐらいの本だと思うけど、3月の多分半ばぐらいに、最新刊が出るはずです。アマゾンの予約の日が3月13日とかだったから、そのぐらいのはずです。なので、まあ、書店さんでもそのくらいから並び出すと思います。準一級一級公式テキストね、問題集もあるんです。だから公式テキストの方です。こちら、3月の半ばに手に入れていただいたら、空き時間にちょこ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 これは読んでいっていただくといいです。で、できるだけ6月20日ぐらいまでには、この要は丸4の時期に読み終わってるといいし、まあ、そこまでいかなくても丸3のタイミングですか、9月20日までには一通り読み終わってるといいかな。まあ一般知識対策もいろいろとやっていくことは必要なんだけれど、やっぱ知識のベースとしてニュース検定に書かれてることを知っておくっていうのはものすごく重要です。いわゆる情報用語まで含めてカバーできてるので、そこの中で注目の情報用語だなんだっていう解説が出てきたりはします。だからそういったものが試験でも、まあ、昨年の試験だったら、VR の話であるとか、いわゆる、5G ですね、5G と言われるような、話であるとかっていうのが出てきています。ここ数年見てても IoT の話であるとか、AI の話であるとか、ブロックチェーンの話であるとか、出てきているんですね。そういったようなものっていうのは、やはりこの、普段あまり、そういったことに触れてない方、そういった横文字が苦手な人、いろんな方がいらっしゃると思います。得意な人は別にいいですけど、苦手な方はニュース検定のところに最低限のこと書いてあるので、これ読んどくと非常に役に立つかなということです。まあ、その上で授業を受けていただくといいのかな。ニュース検定はだから丸4のタイミングから読み始めていただいたら良いよってことです。それから、まあ、一般知識対策っていうなら文章理解ね、文章理解なんですが、早めにやりたいとか言ってる人も結構いたりはするんだけど、そんなに別に早くやらなくてもいいですよ。文章理解は。まあ、丸三から手つければいいんじゃないか。6月の21から手つけてもらえれば全然いいです、それで。全然いいと思う。で、受験経験者の方は得意か苦手かもう分かってるはず、自分で。自分が文章理解得意か苦手かは分かってるはずです。初めて受ける人ね、それから受験経験者でもよく分かってない人ね、2012年以降の本試験の問題を年度別に一回解いてみて、要は2012年のもの、3台出るから、2012年の3台時間決めてだいたい20分ぐらいで。
で、まあ、2013年、2014年って3台ずつやってみて、まあまあ、2012年ぐらいから実は同じ出題傾向がずっと続いてるんです。文章理解は穴埋め問題と並べ替え問題しか出てないんです。以前の筆者が言ってることに最も近いものを選びなさいなんていう文章用紙把握問題はもう2012年から出てないんです、一問も。ずーっと並べ替えと穴埋めばっかりで、なおかつ正答率は毎年3台で平均して 90% 近い正答率で3問動いてるんです。昨年の試験なんて3問とも 90% 台の正答率なんです。だから、まあ、それを考えるとやっぱ外すわけにはいかない。3問中2問、いや3問取りたいっていう、そういう話になります。だから過去の問題やってみて、まずどのくらいの正答率に自分がいるのかなっていうのをちょっと客観的に把握する。で、まあまあ、2012年から19年までやってみてね、正答率が7割以上だったら、全体でのですよ。全体での正答率だから、これは、12、13、14、15、16、17、18、19って、まあ、8年分あるじゃない ?24 問あることになるので、まあ、それで7割以上の正答率ね、であれば、多分大丈夫。それは多分大丈夫です。本番でもそんなに崩れることはないだろうっていうことになるので、あんまりそこまで気にしなくてもいいのかもしれません。あとは模試なんかでちゃんとできるよねって確認をしていけば十分です。まあ、一番困るのが5割以下の正答率にとどまった方。だから24問中12問以下の正解になったっていうことに最終的な成績でなってしまった人は、ちょっとこれはですね、やばいです。要は出た問題によってできるできないがはっきり分かれるというのは、これは文章理解の解き方よく分かってないって話になってくるので、やはり解き方を一回学ばないといけないっていうのがあります。まあ、普段の講座ね、パーフェクトコースとかプレミアムとか受けてる方は、その中に、文章理解特訓講座っていう講座が入ってます。あの講座で解き方をちゃんと教えるので、それを元に実践するっていうのは、まあ、ちょうど配信の時期が、丸3のタイミングぐらいから配信されるはずですから、まあ、それを使って、やっていただくといいです。だ一回自分でちょっと得意か苦手か確認はしてみてください。まあ、それは例えば丸4の3月22日から6月20日の中で時間がありそうだったら、週に1回3問ずつやってみてもいいかもしれない。でトータルで、どのくらいできるかなってちょっと丸×表でもつけながら、記録をつけながら、このままだと5割になっちゃうとか、これもうここ3問できたらすごくいいのにとか、ちょっと若干ゲーム感覚で楽しみながら週に1回ずつぐらいやっていっていただくといいんじゃないかなとは思います。まあそれでどのくらいできるかっていうのをやってみてください。これはね、文章理解は本当に、格差がはっきり出ます。得意な人は理屈じゃなくて得意っていう、そういう状態。なんかわかんないけどできますって。絶対先生より、解き方も絶対わかりやすいし、みたいな人はいますし、で、実際に教えてもらって、そうですねってなる場合もあります。だから、ああなるほどって、ちょっとそれパクるねみたいな話になることもあります。だからこの辺はもうセンスの問題なので、センスがいい人はもうほっとけばいいです。センスがない人ね、ノーセンスの人がちょっと問題です。だそこは一応私の解き方を一応一回参考にやってもらって、それでできるようになればいいのかなって。実際センスがいるいらないの問題ではあんまりないんだけど、まあやっぱりどうしてもそこに文章理解得意苦手あるので、まあそこはまあまあ苦手だったらそうしてくださいっていう、そういう話だと思っていただくといいですね。今言ったような話がだいたい4から3のタイミングでできてるといいよねという話なんです。ちなみに、ここの丸4のタイミング3月22からってなってるけど、3月22はセルフチェックテストっていうのがありますので、3月22にはセルフチェックテストって550円のチェックテストがあります。ですから、まあ、そこまで丸5のところでやったことの確認なんかは、その3月22のセルフチェックテストはちょっと中間テストみたいな感じで利用していただけるといい。それから6月21日っていう丸3の頭は、これはですね、毎年恒例のあと140日の過ごし方っていうような、渋谷駅前本校を中心に全国中継する無料公開講座があります。でその中で毎年今年の A ランク論点はこれだっていうのを論点表を配って皆さんにお話をします。だから最後 BC の反復をするときにはその A ランク論点を中心に、きちんと反復していただくっていうことができるようになってるといいかなって、そんな指針はそこで
お話しすることができるかなと思います。ちなみに丸に、このあたりは後で合格者の人にね、この時期何やってたって聞こうかなと思って、設定したんですけれど、9月21日には、今年はあと50日の過ごし方というので、こちらまた無料公開講座、9月21日あと50日の過ごし方、こちらでは、その年の出題予想論点、紹介というのをやります。まあ、大体違うよ。普通の予備校はお金取るんですけどね。無料です。無料で、なおかつ YouTube で公開するっていう、そういう形で、やります。まあ、論点の紹介しかしないから、そこで中身の説明を詳しくやるわけじゃないので、あれなんだけれど、ただ、予想論点テーマっていうのはそこで発表したりはします。ですから、そのような節目節目でちょっとこう、吹く切ってみたというものだと思っていただくといいかな、ということですね。とにかく、丸五のところから、丸3まで、ここまでの過ごし方、特に丸5、丸4のところでどれだけ県民業をきちんと先ほど言ったような方針に従って仕上げられているかどうかっていうのはものすごく重要だと思ってください。プレミアムの方だったら6月の20日までに、民法のプレミアムの問題集などは1回解いた後もう1回間違えたところを解き直すぐらいまでが終わってるといいかなっていう、そんなイメージではあるんだけど、まあ、その他の方は先ほど言ったペースに合わせて6月20日までにどれだけできてるかって、これはとても重要だということなんですね。はい。で、まあまあそんなお話だということになるんだけれど、まあじゃあですね、実際に合格者の方がね、今言ったようなペースでやってたのかどうかね、それをちょっと聞いてみたいと思います。ということで、ここから、ではですね、合格者の方、ね、ずっと後ろで退屈そうに待ってらっしゃいましたから、そろそろお呼びをしてですね、そして、いろいろと聞きたいことを聞いていこうかな、というふうに思いますので、じゃあ、どうしましょうね。じゃあ、前の方にちょっと来ていただいてよろしいですか。まあね、緊張するんですよ。すごく。これは、緊張しますよね。なんか、この間も合格祝賀会の時に、インタビュー、合格者のインタビューってカメラを目の前に置いて、インタビューをしましたけど、まあ、皆さん緊張しちゃって、声が震えちゃってね、インタビューの後、3歳ぐらい老けてましたからね、みんなね。なかなか大変です、これは。ということなんですけれど、はい、来ていただきました。というので、ちょっとね、カメラに映らないので、じゃあちょっと立ってこちらの方に来ていただいていいですか。荷物などはじゃあちょっとね足元に置いていただいて、それでいきましょうか。はい、ということで、3名ね今回合格者の方に来ていただきました。最初と自己紹介、を兼ねてですね、まあお名前とあとはまあまあそうだね、なんかこうレックで受けた講座の名前とか、あともし差し支えなければ受験何回とか。そのあたりを、まあ、取った点数はまあいいか。まあ、とりあえず受験何回でとかね、点数は言えるなら言ってもらってもいいかもしれませんけれど、そんな感じでちょっと簡単な自己紹介を、じゃ順番に、お願いします。広島と申します。広島県の広島で広島っていうものです。レックで取っていた講座は、合格講座と、あと横溝先生が直前にやられている道場とか、あとパワー民法のパワーアップ道場とか、そのようなオプションの講座を一通り全て取りました。で、受験回数は今回初めてで1回です。で、得点はですね、択一と多種選択合わせて172点で、記述が56点で計228点で合格しました。おー、すごいね。もうね、今年ね、だ点数もバブルですよ。この間祝賀会で会った方で、まあ、その方は何回か受けて、プレミアムの受験生でしたけれど、過去で一番点数高い人に会いましたね、この間ね。点数が278点っていうね、ほぼ満点じゃんって人に会って、ちょっと
かえって気持ち悪いなと思いましたけどね。そんなにできたのっていうのがあったけど、でもまあ、200点超えるとやっぱり、全体として適出来はすごくいいっていうことに、広島さんみたいにね、なるのかなって、1回でそこまで行くっていうのはやっぱすごいですよねって話で、じゃあ、お隣の方お願いします。浜田と申します。よろしくお願いします。パーフェクトコースと演習強化パックを受けメインで受けてまして、あとは道場とパワーアップ民法、あとストライク講座と模試ベストセレクションを受けてました。なるほど。今日配ったレジュメの6ページのところにも、名前はね、その時々でいろいろあるので、演習強化パックとか、直前復習パックとか、いろんな名前がついてるんですけど、44点アップ道場っていうのもあったりはして、これ、いや、直前期に、行政法なんかの最終反復演習ができるような、道場というので、もう、2012年ぐらいからやってるんじゃないかな。毎年やってるものだったりはするんですけれど。毎年多くの方に受けていただいているそんなものがあり、道場って言ったらなんかそのことを言ってるのかなというふうに思ってください。一般知識道場とね、それ行政法と民法と3科目合計で、それぞれ点数が、行政法が16点で民法20点の一般知識が8点で合計44点アップ道場っていう、そういうような話になっているんですけど、そのことを言ってると思っていただければいいです。はい、1回目の受験で、それさ、スイッチ入ってる？入ってるよね。はい、1回目の受験で合格しました、はい、で点数が196でした。はい、196点ってちょうど合格者の平均点が196だってセンターから発表されていたりはしますね。はい、ではお願いします。鈴木と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、パーフェクトコースとそれからプレミアムと同時受講していまして、受験は2回目ですけど、1回目は全く勉強せずにですね、受けただけっていうことで、実績に勉強して、1回で合格はできましたが、だんだんなんか成績悪くなっていてですね、190点ということで点数は及ばずということで、はい、はい、ありがとうございます。ね、190だって立派な点数だと思いますから、あれなんですけれど、合格講座とね、そう、プレミアムを同時で受けるっていう、なかなかすごいことをやってた、方ではありますね。1週間で会う回数がすごく多かったっていうのは、4回か5回ぐらい、早い時期からずっと、教室にいると、この辺に座ってるって、そういう感じ、どっちかの前の方にいつも、座ってらっしゃるっていうような印象がありましたけれど、さて、じゃあ、また広島さんに戻ろうか。いつ頃から、1回受験1回でしょ？勉強開始したの何月ぐらいですか？2018年の12月からです。あ、12月からね。ということになると、ちょうどそうね、3月の終わりぐらいまでだと、大体どの辺まで勉強してたって感じです？そうですね。基本的に、授業で生講義に通学プラス通信のウェブフォローだったんですけど、通学はあまりせずに通信のウェブで見ていたんですね。で、通信のウェブの授業がリリースされたものを、1日一講義か、ちょっと余力あるときは2講義とか見て、ちょっと前倒しに、勉強してたっていう感じなので、憲法、まず最初にリリース、もう12月の入った時はすでに憲法はリリースされてたんですけれども、それから憲法をやって民法をやって行政法をやってっていう感じでしたね。あ、じゃあ3月ぐらいまでそこまで一通り授業は受けてっていう感じですかね。そうですね。大体6月ぐらいまでは、商法会社法と一般知識の講座もリリースされていたので、それまではずっとそのような感じでした。そうか、通信だからね、自分のペースで受けられますからね、はい、リリースと同時にどんどん受けていった。なんか通信でこう復習するときにこう工夫してたこととかって何かありますか？復習するときは、やっぱり復習ドリルをきっちり解くということですね。そうですね。あとは授業でやった、テキスト、原則の色は先生がおっしゃったの黄色で塗って、
例外の色は赤ピンクで塗るっていう方法を自分も取っていたんですけれども、まあ、その黄色と赤のところは特に重要だと思ったので、まあ、そこをもう一回一通り見直すっていうような感じですね。なるほどね、はい、じゃあ同じの浜田さんにちょっと聞いてみますけど、いつ頃から勉強を始めてましたっけ。始めたのは2018年の1月の中頃。うん、そうかそうかそうか、2019年だね多分ね、はい、2019年の1月ね、はい、の中頃ね、はい、に始めた。そうすると3月ぐらいまでで大体なんかどの科目が終わってました。3月ぐらいで行政法の途中までで授業が進んでいたっていう感じです、ね、そうかそうかそうか。で6月の20日、まあ、大体6月の終わりぐらいまでだと、はい、どういうような学習の進み具合でした。行政法、商法、会社法、一般知識、憲法のあたりまで来てました。あ、一通り全部終わってたのね、はい。どうですかね、こう復習の際の、こう最初に受けて復習するとき、そもそも最初に授業を受けて復習してっていうところで何か困ったこととかってありました。困ったことは一番最初横溝先生に何をすればいいですかってお伺いして、うん、で何でしたっけ、復習ドリル、はい、復習ドリルね、復習ドリルをひたすらやってました、うん、でその時期はまだあまり過去問、うん、ウォーク問は やらずに5月あたりからウォーク問に取り掛かった、うん、どの科目からとかって覚えてます。行政法、行政法から、はい。あ、じゃあテキストのところの内容に合わせて選択肢を見るみたいな話が5月ぐらいから、はい、それまでずっと復習ドリルをやってって感じだったのね、はい、なるほどね、はい。じゃ鈴木さんはどうでしょう。私の場合はですね、もう完全にレックさんのスケジュール通りということで、はい、11月25日から確か、2018年ですね、合格講座が始まってますので、まあ、そこから、平日と両方ですね受けながら、各科目についてもですね同時並行で2科目とか、あるいはプレミアムも始まると3科目ですかね、うん、同時に予習とそれから復習と、まあ、主には復習ドリルをですね繰り返し行ったって。同時に3科目ってさ、1週間の中でどういうスケジュールを自分でこう割り振ってやってらっしゃったんですか。もうほとんど電車の中で、はい、コピーをですね、まあ、重たいのでなるべくそのコピーを取ってですね、まあ、手元で1日分とかあるいは2日分ぐらいできる分をまあピックアップして持ち込んで行きと帰り、まあ、やるっていうこととですね、まあ、特に授業が終わった帰りの電車ですかね、うん、多分平日だと10時前ぐらいですかね、はいはいはい、ですね、9時ぐらいに終わるので、うん、その帰りに眠たく、まあ、家帰るとどうしても遊んでしまうんでですねそういう意味では帰りに必ず復習をする、ドリルを終わらせると、うん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 、でむしろその時間があまりない、まあ、会社員をやってますので時間がないんでその時にもうやらないと、うん、もうやる時間がないっていうので次の授業がまた始まってしまうっていうこともありますし、前の方に座ってると先生が当ててくださるので、まあ、そういう準備もあるっていうことでですねちょっと時間をなるべくこう逃さないようにやってました、うんうんうん、なるほど、はい。じゃあまたちょっと戻っていただいて、まあまあね、その最初の憲法民法行政法のちょっと3科目に絞りますけど、まあ、そのあたりでこう例えば、まあ、行政法にしようか、行政法の勉強で自分の中でこう工夫したこととか、まあ、最初に受けて、最初に受けてそれからそれをねこう習得するために何回か繰り返したようなことがあると思うんだけど、そこの中でこう工夫したこととか、例えば教材にこういう工夫を加えたとか、今日なんかいろいろ持ってきてくれてるでしょ。だからそういうなんか自分の中で工夫したことっていうのでちょっと紹介してもらえるものって何かあります。行政法で、うん、あれでもいいですか、直前とかでもやって。あ、全然全然、いいですよ。今日ちょっとお願いしていろいろ持ってきてもらったんですよ。これね、お願いしとかないとね、捨てちゃいましたとかって言われることがあるのでね、試験が終わって受かった瞬間に、すべて捨てましたとか言われると、あーってなるもんですから、今日の方、お三方とも、捨ててなかったので。
ちゃんとなんかいろいろ持ってきてくれてるんですよ。だからちょっとね、まあ、いろんな方がいるんでね、今までこう前で喋ってもらって、こんなものを作りましたって、今までで一番インパクトがあったのが、2階から家が吹き抜けになってて、2階の階段の上の手すりから下に向けて家の中に垂れ幕みたいに覚えることを模造紙に書いて、垂らして、それを1階から眺めて覚えてたっていう模造紙を持ってきてくれたんだけど、ここで広げられなかったっていう、そういうのが、ちょっとね、今のところ一番印象に残ってる人、いろんなことをやりますね、皆さんね。トイレだけにいっぱい張り紙をしたって人もいたんですよ。トイレの四方に、全部に、ポストイットで覚えるべきことを書いて、それを見ながらトイレに入ってたっていう、そんなことを言ってた方もいらっしゃいましたね。まだもうちょっとかかるかな、準備。大丈夫、できた。はい。じゃあ、ちょっと行ってみましょうか。どのあたり、これは、そっか、模擬試験のところで、なんかこんなね、そう、ドリルを配ってたんですよね。うん。まあまあ、一問一答ドリルってこんなものが配られて、これが一番あれなのかな？そうですね。よいしょ、ちょっと映してみましょうか。これ模擬試験の時に受験した人の受験特典で配られるやつなんですけれども、うん、条文と一問一答ドリルが、うん、セットになってくっついてるやつ でこれで行政手続き法と行政事件訴訟法と行政福祉審査法ですね、うん、これは今映ってるのは事件訴訟法だね。事件訴訟法のドリルだったりするんですが、これが会によって不服審査法とか、まあ、その他の法律とかいろいろあったんですね、はい。これは最初に、まあ、模試受けた時にも勉強したんですけれども、うん、直前まで覚えるのに使ってましたね。まあ、行政法は条文知識の習得が一番まあ大事だっていうふうに、おっしゃられてたので、やっぱり そこを正確に抑えるために直前まで繰り返し使ってまして、うんうんうん、こうやって色1回2回3回って色分けして3回ぐらい回したっていう感じです。うんうん、ちょうどチェックボックスもありますし ね、だからそれに合わせて3回やったとかって、そんな感じなんですね。これは非常に役立ちました。やっぱり条文学習は大事なんだよね、はい、これはだから授業の中でも行政手続き法なんかはもう条文を使って授業したりするので、まあその中でいろいろアンダーラインをつけたりするものがあるでしょう。あれがやっぱり直前期に、最終確認という形で問題と必ずこう紐付けていくっていうのはものすごく大事だったりはしますね。まあこれ模擬試験受けるとただでついてくる特典だったりするので、まあそれをうまく利用してっていうのがまず一つの工夫だったと。他に何かあるの？もう一個。ああ、いいね。もうね、もう本当に、いいですよね。野畑くんの本だけ紹介しても誰のイベントだかわかんないからね。これは私の本ですね。はい。これはどういう感じで使われたんですか？これは行政法を始めてから、うん、定期的に見るようにしてまして、これは過去問、まあ、ウォーク問で過去問とか解いたりとか、うん、するのと同時に、まあ、こう重要な過去問をピックアップしてるのでしてくださってるので、まあ、こういうのを見たりして理解を深めていた。あ、じゃあどっちかというと最初の段階でこっちを使ってたって感じなんですね。そうですね。最初の段階で過去問を少しこう足別にバラバラにした解説の本ですから、はい、まあ、それを使って、授業の復習に合わせてやってたっていうような。そうですね。なるほどね。だから先ほど言った復習ドリルやって授業を受けて復習ドリルやって、その後テキスト見るときに過去問を一緒に見ようって言ったときに見たりするといいような本っていう、そういうイメージだと。ということなんですかね。なるほど。まあ、これっていろいろなものをうまく活用しながらやられたということなのね。はい、じゃあ、次は。はい、ありがとう。じゃあ、ちょっと場所入れ替わろうか。浜田さんは、どんな、まあ、行政法がいいかな。行政法のところでなんか持ってきてくれてるからね。どんな感じの工夫をされてたのかな。まずは教科書に、情報を書き込もうと思って。うん、なるほど。すごいよ。すごいよ。なかなかすごいですよ、これは。まあまあ、イメージだからね。あくまでもイメージなので、
なんか森とマンションの共存って書いてありますね。ベルデコードと似てるって書いてありますけど、あの、タヌキの森とかね、あの、なんかよくそういうの授業で言いますからね、それが書いてあるのかな。こっちは少し、はい、あ、横溝先生が授業でおっしゃってたことを、そのまま言葉で書いてます。っていう感じなんですね。はい、うんうん、こんな感じで、これは復習の際に書いてたの？はい、これは、うん、あの、基本的に青い部分は授業を受けてる時に、うん、書いてました。で、復習の時はこのノートの上の部分になるべくポイントをそのページごとにまとめるようにしてました。あ、ポイントもう一回まとめて自分でっていう、はい、まあノート作る人がいるけど、こうやってテキストの中に、まとめの話を書いたりするって、これがやっぱ受けてる時の復習の時の、はい、工夫の一つっていう感じなんですかね。はい、こういうまず、うん、はい、最初は、うん、ノートにもう全部書いてたんですけど、はいはいはい、ちょっと追いつかなくなって、ただ書いてるだけになってしまったので、もう教科書にまとめようと思って書いてました。書いてたんですね。はい、あの、画面集も貼ってる感じ？画面集は最初の頃は貼ってたんですけど、あ、もう今はさ、後ろの方行くとそうね、貼ってないね。はい、貼ってなかったですね。はい、まあまあ、なんかいろいろこうやって書き込んで、ほんとすごい丁寧に書いてあるね、ここも。こんな感じでね。いろいろと、この赤い字だから後から書いたやつですね、これはきっとね。そうですね、うん、そこは判例のまとめ、うんうんうん、事案のまとめを全部書いてました。こうやって書いてるって感じなんですね。はい、なるほど。で、これがまずテキストに対しての工夫ですか。はい、それから他は何を持ってきていただいたの？それをやってたんですけれど、うん、あの、途中から他の科目が始まると、うん、勉強がどうしても追いつかなくなってしまって、うん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 、で、行政法の最初のあたりがこう忘れてしまったので、うん、そこをちょっと中心にウェブでまたすごいのが出てきたぞ。これは自分でまとめた、まとめた、語呂を作ってまとめた、はい、あ、何、書士とめ、はい、手続き法。あ、まあまあ、その適用範囲をそういうふうにしてるのか。はい、これすごいな、これ。ちょっと綺麗に全部写してあげたいんだけど、難しいね。はい、まあ、処分には申請に対する処分と不利益処分があるんだと。はい、これはすごいですね。後で、もしあれだったら、なんか見たい人に見せてあげて。はい、これは現物を見た方がいいと思います。すごいわ。またね、ごちゃごちゃ書いてあるように見えて、すごく見やすいんですよ。見やすい、これは。こう、行政指導だったら、所掌事務の範囲内がどうこうとかっていう特色を書いてたり、こっちに意見公募手続きのね、話を書いてたり、はい、これ作るのってどのくらいかかるの？これは、結構直前になってやり始めたので、これ1枚作るのに2日か3日ぐらいですかね。かかってたって感じなのね。はい、ただこのテーマを、手続き法なら手続き法で、あまり量が多くなりすぎずに、A4 の紙1枚にまとめようと思って、なるほどね。だ、実際だから手続き法のエッセンスがこの1枚にまとまってるっていう、そういう感じなんですね。はい、だからある程度分かった上で書かないとダメだよね、これはね。はい、おそらく何にも分からずに授業を受けた直後にやってたら、はい、A41 枚でまとめるのは無理なので、はい、非常に上手に綺麗にまとまってるっていう、そういう、これが他の科目もあるんですか？あります。これは何？不服審査法だ。まあ、不服審査法は2枚ぐらいか。はい、2枚ぐらいに、でも、はい、こんな感じでね、まとまってるっていうところなんでしょうね。これはやっぱり、まとめた上でどうやって使ってたんですか？まとめた上で、もう当日もこれを持って、横溝先生の道場のレジュメと、これを持っていこうと決めてたので、パッと見ても復習できるように。そうかそうか、もう自分で、見たいことが全部まとめて見れるようにって、これはちょっと後で現物見ていただいた方が、いいと思いますけど、非常に、まとめるセンスがね、ある人なんだね。とても綺麗に、まとまってて、しかも使いやすい感じになってる。ちょっとね、鈴木さんにもうちょっと待っててもらおうね。他なんかあります？他。
手作り系はちょっとこの浜田さんのやつがすごくいいですね。本当は語呂で覚えるのは良くないと思うんですけれど、はい、知識をこう吸収した上で思い出すきっかけとして語呂を作ってましたね。おーおーおー、最後の最後でもう作るっていう感じにして。すごいな。なんか見やすいとこだと短いのがいいかな。これかな。おー、すごいね。三次の期間は取り消しのみって。第三者項と事情判決と出訴期間は取り消しのみだ。これはすごいですね。なんかね、三次の期間は取り消しのみ。もう来年あたり授業で言ってるかもしれない。しれっとね、しれっとその辺はこうメモをさせていただいても、頭の中に。他、一押しはどれ？一押しはやっぱりこれですね。ああ、はいはいはい。これは、ケチな執行立ち強制だって。なるほど。これだけでも、行政罰と執行罰の区別がつくっていう感じにしてました。なるほどね。もうちょっとなんか語呂合わせ集とか出した方がいいかもね。なんか、とても素晴らしいですね、これはね。まあ、こうやって語呂合わせなんかも考えながら、ちょっと楽しみながら勉強できる感じだもんね。はい、そっかそっか。もうこういうのを作りながらやってたって。これが、はい、これもいつ頃ですか、作ってたの？これはもう直前期ですかね。やっぱ直前期なんだね。9月、10月ですね。はい、だ、それまではテキストにいろいろ書き込んだりとかしながら、はい、やってたと。復習ドリルやったりとかして、はい、ある程度知識がまとまったところで、こういうものに、はい、形にしてったっていう、はい、そういうイメージなんですかね。はい、なるほど。はい。ね、すごい、やっぱすごいな。はい。じゃあ、すごくやりづらくなったと思います。すごいやりづらいですね。すごくやりづらいと思いますけど。飛ばしていただいていいかな。はい。はい、はい。もう、本当にオーソドックスなんですけど、うん、もう授業そのまま、先生がご指摘いただいたところをですね、まあ、線引くっていうことと、それから一番私、こう、レックの教材でいいなと思ったのはですね、はい、ちょっと映りづらいかもしれませんが、この過去問の。あ、はいはい、じゃあ、ここを映しますか。これを映しましょうかね。なかなかその過去問をですね、そのままやってしまうと、どういう問題なのかっていうのが分からなくなるので、うん、足別に理解するっていうことが非常に重要だなと思ってまして。ピントがなかなか合わないっていう。はい。必ず、はい、こういうふうにですね、レックの教材には、どこのこの項目についてどの足が該当するかっていうのが出てまして、これ例えばナンバー168っていうのは過去問のあれですか、ね。そうですね、多分過去問題集の問題番号でしょうね、これね。問題番号を記載させていただいていて、うん、まあそこでですね、必ず復習するっていう。で、復習ドリルとその過去問を全部やるんではなくて、足別に一つ一つその項目について理解をするということで、まあ、電車の中でやっていたのはその復習ドリルと、それからこの、まあ、テキストはちょっと重たいんですけど、テキストを持ちながら、まあ、そのドリルをやったり、あるいは足別でやったものをまたテキストでどういうふうに書いてあるのかというのを、まあ、見返すというのをずっと繰り返したという、そういうことですね。これは結構あれですか、他の憲法とか、民法とか他の法令科目も同じような感じですか。はい、そうですね、基本的に、まああまり良くないのかもしれませんけど、憲法と行政法と民法については、まあ、全て同じことを繰り返して、まあ、ちょっと一般知識とかはすみませんほとんどやってないっていう。そうなんですね。はい、逆に一般知識、そう、一般知識はどんな勉強をしました？ですね、まあ、正直、一般知識に関してはほとんどしていないです、ね、ほとんどしてない、はい、まあ、政治経済社会、あと個人情報保護とか文書理解とかありますよね。先生が道場でおっしゃってたその個人情報のところはやっておりましたけど、まあ、ほぼ日々、日本経済新聞はまあ仕事から読んでましたので、はい、まあ、そこでまあ疑問になったところ、まあ、AI とかまあそういうブロックチェーンとかには今話題になってますので、そこはまあどういう意味だろうっていうのは調べてましたけど、うん、まあ、通常その日経新聞をまあこまめに日々読むということと、まあ、分からないことがあれば何かネットで調べたりということはやってましたけど、まあ、それ以外は特段、はい、文章理解はどうでした？文章理解は、まあ、ちょっと比較的得意だったので、まあ、そこもパーフェクト講座の講座のみ、うん、あ、文章理解特訓講座だけって感じですかね、はい、そこだけ受講させていただいてっていうところでした。はい、なるほど。はい、じゃあまたちょっと広島さんに戻りましょうかね。そうそう、今ちょっと聞いたんだけど、一般知識とか
商法会社法ってどうしてました？一般知識は、うん、合格、先生の道場と、あと一般知識の演習講座を取るのと、あとニュース検定の発展編の資料ですね、うん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 、あれを読んで勉強していました。そうね、今回のね、一般知識の2019年の発展アップ道場ですかね、働き方改革出たからね、働き方改革紹介してたんですけど出ましたからね、あと言語法出ましたから ね、 ね、あと VR と 5G はずっと押してたので、VR と AR っていうのをずっと押してお話をしてたので、まあ、それも出てくれたので結構なんかね、オーソドックスに出ると結構出てくれるっていう、もう2018年はまあひどいものでしたから2019年は非常によく出てくれてよかったなと思いますけど、それをやってたっていう感じ、はい、だいたい手つけたのっていつ頃？手つけたのは、まあ一通り講座受けたのが、まあ、6月の末ぐらいなので、うん、でまたそれから、まあ、一般知識をやるのは、まあ、9月ぐらいか9月か10月ぐらいか、うんうんうん、まあ、そのぐらいからですかね、結構直前になってやったっていう感じなんですね。そうですね。なるほどね。商法会社法の方は、うん、これも4点アップ道場、商法会社法の4点アップ道場と、あと商法会社法の演習講座が先生の方で やられてたので、それを受けたのと、あと YouTube 上で、うん、過去 の司法書士の、はい、リックの司法書士の先生方が行政書士向けにやられてる、うん、商法会社法の講座が何本も上がってる、ね、ありますね、はい、あれを結構見て勉強してました。ね、直前期にね、司法書士の去年だと海野先生と森山先生って二人いらっしゃるんだけど、渋谷で無料で、行政書士試験受験生のための商法会社法無料公開講座っていうのをやってくれるんですよ。これ結構何年かずっとやってて、それが全部 YouTube にもう今上がってて、何年分も。だから、去年のやつとか、探せば出てきます。それは確かに、見て、最低限そこだけでもやっとくっていうのは、いいかもしれません。全くやらないのももちろん一つの戦法ではあるのかもしれないけれど、まあ、やるんだったら範囲を決めてきちんとやるっていうのはとても大事だということになるのかな。やっぱり行政法でミスった場合に、商法会社法で1問2問拾えればね、拾えればそれはものすごく大きな補完材料になりますからね、まあ、その YouTube はぜひ探してみてください。じゃあ浜田さんに行ってみようか。どうかな、さっきいろいろね、作ったものを見せてもらったけど、はい、一般知識とか、商法会社法とか、その他の科目でも、はい、まあ、別の、まあ、記述対策でも何でもいい、なんかそういうもので作ったものって何かありますか？一般知識と商法会社法は、はい、特にまとめのものは作らなかったので、うんうんうん、先生がおっしゃってたニュース検定の本と、うん、あと日経キーワードっていう、はいはいはい、ありますね、就職対策用とかにね、はい、日経キーワードとか朝日キーワードとかあるんですよね、はい、うん、あとはもう先生の授業を受けてました、うん、それでやってたっていう感じなんですね、はい、だ直前期他になんかこう工夫してこれ良かったなとかってことってあります、はい、さっき のいろんなこう作ったもの以外に何かありますか？他にはもう商法会社法はちょっと捨てるのはもったいないなと思ってたので、うん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 、商法は1点必ず取れるように目標として、うん、であとは会社法は設立のあたりまではきちんと復習をしてました、うんうんうん、実際本番はどうでした？本番は2点2問取れた、はい、そっかそっか、商法会社法やるんだったら5台出るんですよ。で、1台が必ず商法相続商行為って分野から出るんですよ。だからそこはまた6月のあと140日の過ごし方とかその辺でも言うけれど、コスパがいい部分なんですよ。だから狭い範囲から1問必ず出るので、その狭い範囲だからこそきっちりやっとくと、そこが出れば取れるじゃんっていう、そういう話なんですね。で、あと会社法のところは出るところで繰り返し出てる分野は結構決まってきてるんです。で、一番見といたら
お得なのは設立なんですよ。設立は10年間で7回出てるんですよ。だから、ものすごい高確率で設立の問題に遭遇するっていう可能性は高いので、まあ、そこは、会社の設立手続きの流れが出てくるところだから、勉強もしやすいんですよ。そんなに難しい話が出てくるわけでもないです。なので、そこは一回やっとくと損はしないっていうのはあるでしょうね。あとはせいぜい取締役会とかそのあたりもよく出てくるから、まあ、その大きな二つの論点だけでもカバーしとくと、特に初めて受ける人は、まあ、それ以上時間ないかもしれないからね。あんまり無理してもあれだけれど、そのぐらいはやっといてもいいかな。いつ頃から手をつけた？もう授業に沿ってなので、何月ぐらいだろう、商法会社法が5月ぐらいにやってたのね、はい、一般知識も5月ですね。でも勉強したのはじゃあその頃ってことですか？はい、そうです。直前期にやってたわけではない。直前期にも、うん、一応やってたんですけれど、うん、他の行政法とか民法憲法に比べると時間は少なかったです。やっぱそのメインの科目にものすごい時間を費やしてきたっていう、はい、そういう話なんですね、はい、なるほど。じゃあ鈴木さんに移りましょうか。そうね、記述対策とかってどのくらいからどういう感じでやってました？もう完全にこれもおんぶに抱っこじゃないですけど、はい、授業の中身をもう本当にその通りやってたっていうことぐらいですかね。あと、まあ、民法に関して言うと、これはプレミアムの方の講座でついてるんですけど、卓一六法っていうのは非常に分かりやすいので、まあ、これを結構その予告しでいろんな一つの項目が、例えば何でしたっけね、全館注意義務とか出た場合にどういう条文が全館注意義務のところに該当するかっていうのは全部表できれいにまとまっているので、まあ、別に回し物じゃないんですけど分かりやすいんで、そういう横串で見ていくとちょっとそういういろんな記述も、まあ、卓一も含めて対策になったかなというのは今思ってますけども。なるほど。あと直前期にやってよかったことって、まあ、なんか今思い返してどんなことがありますか？まずはやっぱりこの手を広げないっていう、なかなか多分私も陥ってしまいそうだったのは、やっぱ他の予備校さんってどういう動きしてるんだろうかってすごくやはり気になるんですけど、自分が今までやってきたこと以上に手を広げると、まあ、惑いとか、あ、ごめんなさい、そういうの出てしまうので、まずはその道場で学ばせていただいたことを繰り返し復習したということと、それからここ、まあ、ウォークモンって配られると思いますので、はいはいはい、ウォークモンを、まあ、繰り返しやってたっていうのが、まあ、特に最初は足別でやった方がいいって申し上げたんですけど、うん、直前期には5題ちゃんとその1問全て通しで見ていくということを、まあ、特にさっき話題出た会社法と商法については、うんうんうん、これはまあ逆に得点源にした方がいいだろうって逆に私は思ってましたんで、捨てるにはあまりにももったいなすぎるっていう思いでいたんでですね、ここはもう逆に、まあ、結局2問しか取れなかったんですけど、まあ、模擬試験とかでは5問中5問っていう時もあったんでですね、うんうんうん、これは逆に武器にした方がいいかなっていうのは思ってます。なるほど、そういう形でやってたんですね。なるほどね。まあじゃあ今度はまた何か手に取ったけど、それは何？これ直前期にやってたもんとし、はい、ものとして、そういいねこれね、はい行政書士の出る順のウォークモンの方じゃなくて40字記述式の問題集ですね。なんかねこういうのあるんですよ。40字記述式多指選択式問題集っていうのがあって、2019年版は多分3月に発売になるはずなんですけれど、まあシンプルに中にこう記述の問題のオリジナル問題みたいなものがこう入ってるっていうようなので、答えが載っててね、あとなんか多指選択の問題も載ってんですかねっていうのが入ってるって、これを結構じゃやられたってことですか？そうですね、これで今年の46問目の記述の問題が、うん、確か出ていたんですよ。第三者のために第三者のためにする契約が、はい、おー、本当だ。で、この第46番って、うん、あまり正答率が高くないっていうことだったんですけど、やっぱりこういうふうに記述の、まあ、独特なその条文の言い回しとかっていうのをこういうふうなので、
網羅的に覚えることで、まあ、これも一応なんとなくですけれども書くことができたので、うん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 、やっぱり記述その60問解きまくり講座って先生がやられている講座もあるんですけれども、うん、まあ、こういう書籍とか、あ、まあ、他の 塾のものとかでもいいとは思うんですけれども、こういうそういうのものを使ってその記述の、まあ、山を張るじゃないですけれども、卓越の延長プラス記述の山を張るっていうことが、うん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 、あの記述対策としては有効なのかなと思いましたということです、ね。うん、これはあのちょっとおすすめはおすすめですね。あのさっきも言ったけど、記述の勉強は卓越対策にもなるので、知識の整理になるから、だからやっぱりあの五種卓越だなんだで答えがもともとね載ってるものを見て選ぶだけじゃなくて、自分からゼロから回答をこう引っ張り出すっていうような頭の働かせ方ってすごく大事なんですよ。あ、それがやはりできるかできないかっていうのは民法は特にその理解の深さにつながってくるというふうに思いますので、まあこういった形でね、本を利用していただくのもいいのかなということをね。それが記述が50何点だっけ、56点、50、記述56点の人が言ってるんですから、まあそれは説得力が多分あるんだろうなと思いますので、まあまあ、いろんな形で、あるものを利用しながら、ただ、さっきね、鈴木さんがおっしゃったように、手は広げすぎないように気をつけなきゃいけないって、基本的に3人とも、レックの講座をベースにしながら、それに、こう、工夫を加えてるっていうような感じで勉強されていた。やはり、直前期にこれだけいろいろできるかどうかが、そこまでにちゃんと準備してるかどうかで結構決まってくるっていうのはあると思います。直前期のその9月、10月のところで、いろんな工夫を、まあさっきみたいにまとめたりとか、いろいろなテキストをもう一回見返すとかっていうところも、そこまでにどういうことをやってきたかで結構決まってくるのかな。だからそこまで復習ドリルをしっかりやったりとか、テキストの内容をきちんと把握したりとかっていうのはやっぱすごく大事になるんでしょうね。お、もうこんな時間だったりするので、もうね、終わらなきゃいけませんから、一言ずつ最後に今年受ける人たちに向けて、なんかメッセージを投げていただいて、それで終わりにしましょうか。はい、あ、もうマイク持ってるから、もう広島さんからいきましょう。結構今、2月の半ばぐらいですか。で、まあ、11月まで、結構時間があるように見えて、意外と受験勉強中はいろんなことをなんか勉強してきたので、あっという間だったかなっていうような感じもあります。でも、まあ、レックの、まあ、講座のスケジュールに合わせて、まあ、淡々とやっていけば必ず、まあ、合格できると思っておりますので、まあ、あまり、まあ、手を広げすぎずに、その基本知識の精度を高めるということを、まあ、一番重要視するというか、まあ、そういうようなことで、これから、まあ、ちょっと勉強してて辛いなとか、苦しいなということもあるかもしれないですけれども、まあ、終わってしまえば、すべて、いい思い出だと思いますので、これから頑張ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ浜田さんもお願いします。横溝先生に模試、他校の模試はたくさん受けた方がいいとおっしゃってたので10個ぐらい受けたんですけれど、模試によって点数が結構差があって、でレックの最終模試で140点を叩き出したんですけど、それが10月で、はい、ただ先生が勉強をちゃんと頑張ってれば直前に一番伸びるっておっしゃってたので、先生の言葉を信じて頑張りました。なので頑張ってください。はい、そう、直前期に最後に伸びるって、初めて受ける人のね、一つの受かる時のパターンだったりはするんですよね。じゃあ、はい、まあ、お二人とちょっと同じような話になると思いますけど、なかなかやはり1年目で勉強していると成績がやっぱり模試が悪かったりっていうことは多々出てくると思うんですけど、やはりこう最後の頑張りが一番効いてくるのかなと思いましたので、そういう意味ではこうレックさんではですね、専用の、学習室というか専用の自習室ですかっていうのも直前期にはご用意いただいておりまして、まあ、
会社の帰りには必ず寄るとかですね、あるいは土日とか、あるいはそのちょっと会社もですね 2,3 日直前期は休暇を取ったりして休んだりっていうので、1週間こう本当に行政書士試験三昧みたいなことをちょっとやってみたりっていうので、最後のその1週間とか2週間の頑張りでキャッチアップはこう可能なのかなっていうのはちょっと思いますので、まあそういう意味では最後まで諦めずに頑張れば春が来るということを信じて頑張っていただければと思いますので、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあちょっとね、こう渋谷にいらっしゃる方にはせっかく実は3人が持ってきている教材、もしかしたら時間の中で全部見せきれなかったものもあるかもしれませんので、直接ちょっと話を聞いても大丈夫、直接聞きたいことがあったら聞いてみてください。で、どういうふうに作ったのか、特にさっきのね、浜田さんの例の紙は一回見とくと、これは何かいいことがあるんじゃないかなと思いますから、ぜひ見といていただくといいんじゃないかなと思います。はい、というので、今回ですね、まあ、合格者がどんなことをどのタイミングでやってたかなっていうような話も含めて、受かったばっかりの3人の方の体験談なんかも含めて、お話をしてきました。次は3月の22日がセルフチェックテストということになってます。そこまでに、まずは、小学の方は1科目でも、先ほど言ったようなルートでですね、きちっと仕上げておくということができてるかどうかね、できてるかどうかです。できてなかったらどういう目に遭うとかそういう話ではないけれど、ただできてるかどうか3月22日にやったけどって感じで来てください。ね、やったけど次お前何やんだよみたいな感じで来てください。そしたら、ああ、すごいねって言ってあげますから。そんな話です。まあ、部分こうね、ポイントを区切って、そこまで達成した次はここやろうって感じで細かく分けていくっていうのはとても大事なことなので、ぜひそういうような工夫も加えていただけたらいいかなと思います。はい、というので、今回ですね、3人の方お忙しい中来ていただきました。改めてですね、3人の合格者の方に拍手を送ってあげてください。ありがとうございました。はい、以上で終了でございます。お疲れ様でした。